結城市結城県道標識の位置は県道32号上にあり、実際の県道302号は写真の大町交差点より先である。茨城県道302号欠場停車乗船は、茨城県結城市内を通る県道で、東日本旅客鉄道を水戸線結城駅と接続するための道路である。JR 結城駅、北口ロータリー前を起点に駅前通りを北に進み、 大町交差点まで南北に結ぶ延長約600メートルほどの路線。起点より50メートルほどにある有機駅北交差点で茨城県道20号欠場万道線と接続する。都市計画道路名は下立有機都市計画道路3.46号欠場停車乗線であり、駅前より福音18メートルの街路として順次改良が進められている。 1959年10月14日、新たな県道として、結城市結城欠場停車場を起点とし、二級国道前橋、水戸線交点を終点とする区間を本路線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号302に変更されて、現在に至る。地勢は、上層台地の第一階の一つである結城台地上に、道路が位置する。 道路は平坦で、線形も良く、有機駅北口の沿線には、城下町の歴史的街並みが残る住宅や商店が、両側にの木を連ねる。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。AB、道路の共用の開始、茨城県法、第百二十八号、ピアニッシモ、四から五 AB 道路の区域決定茨城県法、号外10月14日よりハット ABCDE、茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、茨城県法、第779号対象9年4月1日、茨城県国時代147号より、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より県道の路線名、及び、 整理番号の変更、茨城県法、第637号3月30日より、電線共同項を整備すべき道路の指定、茨城県法、第915号、P25、電線共同項を整備すべき道路の指定、茨城県法、第1615号、P14、道路の共用の開始、茨城県法、第2105号、P10。ありがとうございます。